はい、どうも、めちゃねです。本日私はですね、竹芝ウォーターフロントの方にやってきておりまして、久しぶりにね、こちらのメズム東京オートグラフコレクションさんの方に本日ね、一泊させていただくということでございます。まあ、こちらもね、もう1年半ぶりという感じなんですけども、まあ、かなりね、JR 系列でありますし、まあ、マリオットのね、ホテルブランド、オートグラフコレクションブランドということでございまして、まあ、非常にね、楽しみです。しかもね、今回はスイートナイトアワードを利用してですね、チャプター3のスイートにね、アサインいただいているという状況でございます。早速ね、これからチェックイン手続き向かっていきたいなと思います。行ってまいります。はい、ということでですね、本日は24階にね、アサインいただきました。チャプター3の中ではね、結構上の方らしいんですよね。エグゼクティブクラスということでございます。一度ね、お部屋の方にはご案内いただいたんですが、これからね、ルームツアーやっていきたいと思います。いやー、やっぱりね、いい感じです。本日はこちらのね、24275号室となっております。じゃあね、早速入っていきましょう。久しぶりですね。行きましょう。はい。おお。いやー、やっぱりね、素晴らしい。はい。まあ、こんな感じで。まあ、さーっとね、ちょっと見ていきましょうかね。まあ、こんな感じでございます。で、右がね、ベッドルームで、左手がね、はい、こういった感じで水回り。そしてね、ベッドルーム、レイ君もピアノ弾いてます。はい。いやー、めちゃめちゃ広い。ということで、まあ、さっとね、玄関の方から見ていきましょうか。はい。まあ、暖かい木がね、このように使われておりまして、はい。本日、こちらですね、エレベーターホール出て、こちらの角のね、24275号室となっております。まあ、このフロアの中でやっぱり一番広いね、お部屋ですね。はい。で、入ってね、右手マスターだったり、プライバシー、メイクアップ、清掃してくださいのボタンがあります。で、これ正面ね、分かりづらいんですけど、これね、お手洗い。はい。こんな感じでございます。はい。ウォシュレットですね。まあ、自動でね、開くタイプではないです。こういった感じで、洗面台付きのトイレという感じです。ね、なんか、隠し扉的な感じでね、すごいですね。一瞬わかんなかった。で、ここもね、こうやって開けると収納スペース。まあ、コート類とかね、一応ここにもね、シューブラシだったりとか、靴べらがあって、はい、スリッパがね、このようにございます。はい。まあ、ここら辺までね、だいぶ大理石がね、敷かれてるという感じですね。まあ、ちょっと私もここら辺で靴脱いで。はい。で、こちらのね、東京ウェーブスということで、メズムのね、このお人形がございます。おしゃれですね。はい。で、まあ、こんな感じでオブジェがね、ありまして、こちらにはね、コンセントが2箇所、はい、ございます。まあ、ここら辺ね、収納スペースありますけど、ここら辺につきましては、収納はね、空という感じですね。はい。で、ここら辺も、空という感じです。はい。で、こちらね、ダイニングテーブルがあって、照明なんかもね、こんな感じで、非常におしゃれ。この絵ですかね。はい。めちゃめちゃいい感じですね。はい。まあ、レイ君入ってる早々ここにね、サヤエンドウがということが言ってましたけど、まあ確かに、わからなくもないけど、もっとね、重厚感があるおしゃれな感じですね。はい。で、空気清浄機があって、リビングテーブル。はい。こちらがもうね、いい感じのリビングですね。テレビがこのようにあって。で、ティッシュとリモコンのね、テレビのリモコンと空気清浄機があって、はい。ここら辺のね、ソファーなんかも非常にいいですね。で、ウェルカムアメニティとして、スイーツがね、チョコレートがこのようにございます。はい。こんな感じですね。ハッピーバースデーって書いてある。バースデーではないんだよな。記念日って言ったからバースデーにしてくれたのかな。はい。そんな感じですね。はい。で、はい。上なんかもね、天高も非常に高く、おしゃれな感じですね。はい。で、テレビの方もね、バーンとこのようにありまして、このように名前がね、入っております。ルームナンバー2427ということでね。はい。ありがとうございます。で、こちらがね、ミニバーのコーナーとなっております。まあ、こんな感じでワイングラスとかね、シャンパングラスがぶら下がってますね。で、電気ケトル。はい、こんな感じで、なんか銅みたいな感じでおしゃれですね。コーヒーマシーンと。で、メズムのね、このマグカップ、おしゃれですね。さあ、ブレンドということで、サルタヒココーヒーがございます。はい。ああ、お水元から瓶でしたっけね。もう忘れちゃいましたね。お水は瓶ですね。はい。で、ここら辺にも、緑茶があったり、抹茶ですね。ブレンドコーヒーがあったりとか、これは紅茶ですね。イングリッシュブレックファースト。で、紅茶のね、こんな器があって、はい。いることが、ね、できるといった感じですね。はい。で、コップ。そして、こちらがね、メズム東京の富士屋のね、お菓子、キャンデーがございます。はい。やっぱおしゃれ。そしてこちらね、ミニバーのコーナーとなってまして、こちらのね、ビール2本、オレンジジュース2本とお水、冷えたのね、2本、これ無料となっております。嬉しいですね。で、アイスペールがございまして、この下は空ですね。はい。こんな感じのミニバーのコーナーとなっております。いやー、素晴らしい。ここら辺のね、オブジェなんかも非常にね、いい感じですね。ね、家具なんかも高級感ありますね。電話機も非常におしゃれです。で、ここら辺にね、電気のね、マスターのボタンがあったりとかね、非常に考えられております。じゃあね、せっかくなんで、このテラス行ってみましょうか。めちゃめちゃ広いテラスですよ。こんな感じ。あー、すごい。いやー、いいですね。向こうがね、コンラッドで、正面がスカイツリーがあってですね、まあ、こんな感じで見ていただくことができるという感じですね。はい。非常に、いい感じじゃないでしょうか。テラスがもうめちゃめちゃ広い。こんな感じですね。はい。じゃあね、主寝室の方にちょっと向かっていきたいなというふうに思います。もうこのリビングとね、ダイニングだけども、本当にね、何畳あるんだろうっていう感じですね。はい。ではね、主寝室の方。こちらもね、扉で間仕切っていただくことができます。はい。で、こちらね、ベッドルームとなってます。まあ、レイ君はね、ピアノ弾いてますね。で、このようにドレッサーがあって、テーブルは特にね、ないのかな。はい。このボタンでね、こうやって電気をつけていただくことができますし、コンセントがここにあって、ここにもね、はい、こんな感じで電気をつけていただくことができる。もう楽屋みたいでめちゃめちゃ明るいですね。で、こちらの方にもね、テレビがあって、これもね、角度、はい、このように自由にね、変えていただくことができます。で、電話機がね、こうやってあってですね、USB-A が1箇所とコンセントが1箇所。で、フットライトとかですね、バスルームとか、あとはね、カーテンとかのね、レースカーテンとかドレープのコントローラーがございます。まあ、間接照明もね、非常にいい感じですね。新しい歌弾いた？ひむちゃんもう一回弾いてみて、なんか。はい。で、読書灯をね、回していただくとできると。レイ君も楽しそうですね。ピアノ好き？はい。で、空気清浄機があって、はい。で、こちらの方にも、はい、コントローラーがありますけど、こちらはね、タブレット式のですね、カーテン類だったりとか、つかないですね。電気とかもね、ここで調節ができる感じですけど、つきません。これ押したらつくのかな？はい、ちょっとつかないので、後ほどやっていきたいと思います。はい、こんな感じです。で、ここら辺もね、読書灯があります。うん。で、ここにもね、ソファーがあって、こちら側は、ああ、こっちはね、モノレールとかね、小学校とかがある方のね、小学校、高校でしたっけね、商業高校かなんかね、あったと思いますね。はい。いやー、非常にいい感じですね。で、浜離宮の方もね、こうやって見ていただくことができます。すごい歌だった？すごい歌だった。はい。こっちからはね、寝室からはテラスにね、出ることができなそうですね。はい。上手じゃん。はい。ということで、水回り行こうかなと思います。で、水回りね、こちら間仕切りが、はい、このようにスライド式のね、扉で、仕切っていただくことができますね。はい。こんな感じで、仕切っていただくことができます。すごい。で、こちら水回りとなってまして、はい。で、こちらがね、荷物置く台がある、まあ、クローゼットみたいな感じですね。で、出ました。こちら、メズム東京のルームウェアですね。やっぱりね、めちゃめちゃおしゃれ。これ、夜着てライブできるかな。はい。で、ハンガーとかにメズム東京が貼ってまして、荷物、はい、置く台があって、すごかった。で、アイロン台があって、シューブラシと靴べらですね。で、セッターみたいなのがね、あります。そしてこちらの下には、こちらもね、スリッパと、クリーニングのね、袋がございます。そして、こちらが、はい、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。こっちは何でしょうね。あ、こっちはアイロンなんですね。はい、こんな感じです。いやー、広いなー。そしてね、洗面台ですね。はい、出ました。これがね、アメニティキットですね。こんな感じで、髭剃りとかね、歯ブラシとか入ってるという感じです。いや、本当にね、素晴らしい世界観ですね。で、まあ、雪肌精などね、女性用のスキンケアセットなども元から置いてありますし、ボディミルクでね、ザ・ブレンドっていうことで置いてございます。ハンドウォッシュとかね。はい。で、こちらブラインドのね、はい、スイッチがあったりとか、こちらね、ドライヤーが足元の方にね、ございますね。ドライヤーは何でしたっけね。なんかもう忘れちゃいました。サロニアかな、この触り心地は。ちょっと開けてみましょう。はい、ということでね、やっぱり触り心地がね、艶消しブラックでしたので、サロニアかなと思いましたけど、やっぱりね、サロニアでございました。はい。こんな感じですね。で、足元ゴミ箱と、はい、体重計がね、ございます。はあ、素晴らしい。で、拡大鏡と、こちらにもね、はい、コンセントが2箇所ございます。ここもね、扉で間仕切っていただくことがね、できます。扉もね、一つ一つすごい重厚感があってね、非常に、いいですし、きちんとね、仕切れるという感じですね。で、こちらにもね、ハンガーラックがございます。はい。で、こちらにね、お手洗い。2つお手洗いがね、ある感じですね。はい。こんな感じでございます。ここもね、いい感じ。まあ、自動でね、開くタイプではございません。で、こちらがね、お風呂ですね。はい。こんな感じで、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーとございまして、はい。右がね、レインシャワー、左がシャワーとなっております。で、こんな感じでね、お風呂のライトのコントローラーとか、こちらのバスソルトがあって、これ2個でね、2000円で売っております。はい。で、ボタンとかね、こういう感じで、お風呂のね、お湯、足し湯とかね、自動でお湯がね、出ていただくことができると。出していただくことができるという感じですね。まあ、水圧はね、申し分ないと思いますけど、念のためやっていきましょうか。はい。まあ、こんな感じですね。十分じゃないかなと思います。はい。いやー、久しぶりにメズム東京さんお邪魔させていただいてね、スイートナイトアワードが通って、こちらのチャプター3スイート、まあもちろんね、初めてでございますけども、はい、こんな感じのお部屋にね、本日一泊、させていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。まあこんな感じのね、お部屋です。はい。ということですね。テレビメニューをね、見ていきたいなと思います。ウェルカム、ミスター島ダメ以降ということで、このように出てますけどね。はい。切り替えていきましょう。はい。で、このようなね、メニューが出てまいります。はい。で、ホテル案内ということでね、ございまして、レストラン&バーとかね、ありますけど、まあ一応ね、アプリ一覧ということで、こちらでね、Netflix だったりとか YouTube とかね、ログインは不可ですけど、アプリ上で見ていただくことがね、できますので、まあ、わざわざ Amazon FireStick とかね、刺さなくても大丈夫といったところでございます。で、レストラン&バーということですね。このようにシェフズシアターが今ね、ルパンやってるという感じですね。はい。座席数92席と。で、ウィスクの方でですね、まあ、こんな感じでおしゃれなね、カクテルなどを楽しんでいただくことができます。10時から27時、ラスオーダー26時半ということで2時半ですかね。はい。で、銀座、宮地区ということで、竹芝店が、宮崎牛専門店がこのようにございますという感じです。で、ホテルイベント情報ということで、本日ね、6月の25日ということでですね、こちらアーティストが、出てまして、ピアノ&ボーカルのね、ショーがあるという感じです。19時から、1部と20時半から1部、計2部ね、やられるみたいですね。で、あとはね、ホテル案内ということでですね、フロアガイドがね、このようにあったりとか、スターサービス、このようにね、あったりとかですね。で、リラクゼーションということで、フルボ酸ボディトリートメントのね、ご案内があったりとか、あと貸し出し備品のところですね、このようにね、まあ前来た時はね、まだレイ君ベビーカーだったので使わなかったですけど、ベビーカーのね、貸し出しなんかもあるみたいですね。で、ベッド用品とか、ベッドルーム用品とか、で、バスルーム用品でですね、くるくるドライヤーとか、ヘアアイロン2ウェイタイプとか、で、追加アメニティでですね、男性用の化粧品だったりとか、マウスウォッシュとか、洗濯洗剤とかもね、あるみたいですね。はい。ということでございます。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度上がっていきたいと思います。行ってみましょう。はい。Wi-Fi 速度出ました。ダウンロード、下りが 50Mbps、アップロードが 43Mbps、Wi-Fi 速度が 156Mbps となってまして、インターネット速度は、ね、そんなに速くないかなという感じですね。ただね、4、50は出てるので、通常のね、インターネット使用は全く問題ないんじゃないかなというふうに思います。はい。ということですね。本日久しぶりにこちら、メズム東京さん。はい、メズム東京オートグラフコレクションさんの方にお邪魔させていただいております。どれくらいぶりですかね。下手すると2年ぶりぐらいとかなんじゃないかな。1年半ぶりとかね。そのぐらいということなんだと思いますけども、今回はですね、スイートナイトアワードを利用させていただいて、なんとね、こちらのチャプター3スイートに、アサインいただいたということでですね、ツイッターの方でも、大体ね、宿泊する1週間ぐらい前にですね、もうアサインいただいてですね、ちょっとびっくりしたんでね、ツイートさせていただいたんですけど、結構ね、激戦だったんじゃないかっていうこともね、リプライいただいたりとか、実際チェックインするときにですね、スタッフの方からも、結構な激戦をくぐり抜けて獲得されたんですね、みたいなね、ことを言われまして、しかもその中でも、私もあんまりね、詳しくないんですけど、この24階のお部屋っていうのが、さらにね、その中でも、上の方、上層階っていう意味なのかちょっとあれなんですけど、チャプター3ですと。いうことでございます。初めてね、宿泊させていただきます。当然ですけど、めちゃめちゃいいですよね。で、今回はですね、翌日ね、平日っていうこともあるんですけど、一応ね、やっぱり16時までのレートチェックアウトも獲得できまして、非常にね、ありがたいな、ということでございます。ちょっとなんか、そわそわする感じではありますけど、せっかくのね、宿泊でございますので、ゆっくりね、させていただきたいなというふうに思います。今ね、一通りチェックアウト手続きも終わって、ゆっくりさせていただいたんですけど、意外とね、13時半ぐらいにはチェックイン手続きができて、今ね、15時というところでございますので、ちょっとね、今コーヒーなんかも入れたばかりなんで、これいただいて、ちょっとゆっくりしてからですね、周辺の散策だったりとか、今日の夕飯ね、どうしようかな、なんていうこともね、ちょっと考えていこうかなというふうに思います。結構ね、なんだろう、おしゃれでね、いっぱい撮るところはあるんですけど、プールがあったりとかっていうことはないですし、ジムがね、コンパクトだったりとか、意外とね、もうラウンジも入れなくなっちゃいましたし、撮れ高的な感じだとね、そんなに多くはないのかなっていうふうに思いますんで、ちょっと散策したりとか、夕飯とか、予約取ってないんですけど、行けるようだったら、レストランとかもちょっと覗いてみたいなというふうに思っております。はい。ゆっくりさせていただこうかなと思います。はい、それではね、17階のフィットネスの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。はい、ということですね、こちらがフィットネスですね。今ね、誰もいらっしゃらないという状況なので、ちょっとね、覗いていきたいなと思います。はい、こんな感じで、非常にね、コンパクトですけど、十分なね、広さあるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、いかがでしょうか。こんな感じのフィットネスでございます。はい、ということでランチでですね、今はねこちらのウォーターフロントの方でバーガーいただきたいなと思います。いただきます。うん、あ、めっちゃ暑いんですけどね、気持ちいいですね。はい、おはようございます。いや、昨日はね、そのままライブ前に寝落ちをしてしまって、ライブ直前で起きてライブをね、やって、もうバタバタしましてね、もう今朝という状況です。まあ、贅沢な部屋の使い方といえば使い方なんですけど、部屋はね、きっちり使ってるかなという感じですね。本当は夜のね、撮影なんかもしたかったんですけど、ライブ終わった後ね、もうね、眠くてダメでした。まあ、言い訳はね、ここら辺にさせていただいて、まあちょっとね、早速これからもう間もなく8時回りますので、朝食ね、食べに行こうかなというふうに思います。もう朝食ね、ドリンクがいっぱい並んでるぐらいしか記憶になって、どんな感じだったかなっていうこともね、全く覚えてないので、非常にね、楽しみです。ということで、食べにね、行っていきたいと思います。はい、ということですね、まあ、こんな感じでね、味噌ラーメンだったりとか、このね、カリカリベーコン、ソーセージ、目玉焼きとか、そしてパン、そしてホットチョコレートと、まあ、目つぶしたらこれですよね。このドリンクの盛り合わせ、自分でね、入れる感じになってましたね。で、サラダ、メロンという感じです。ということで、いただいていきたいと思います。美味しそう。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まずね、味噌ラーメンの方から。結構ね、濃厚な味噌っぽいんですよね。いただきます。うん。めっちゃうま。うん。これはかなりうまい。あとね、きのことか。うん。本当にね、ここ食べたことないので、今妻ともね、会話してたんですけど、多分初めて来た時はね、ラウンジでご飯を食べたんじゃないかということでね、その記憶すらもあんまないんですけどね。レストランがあんまりやってなかったのかな、もうそれすら覚えてないですね。うん、まあ、そしてね、久しぶりにホットチョコレート。うん、まあ、この青さチーズパンもなんか美味しそうなんですよね。うん、まあ、まあ、今ね、8時過ぎですけど、意外とね、混雑はそんなにしてなくて、写真も撮れる感じですし、非常にいい感じです。まあ、このままね、食べ進めて、お部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ということでですね、朝食を食べて、まあ、ゆっくりね、過ごさせていただいてですね、もうあっという間に、15時回るところで、あとね、1時間、という感じです。まあ、久しぶりにね、こちら、メズム東京オートグラフコレクションさんお邪魔させていただきまして、スイートナイトアワードを利用してですね、チャプター3スイートというお部屋にね、アサインいただきまして、まあ、最高のね、はい、体験をね、させていただいたといったところでございます。まあ、やっぱりですね、朝食なんかも、なんかね、前回行った時は、あそこのレストランではなくて、ラウンジでのね、朝食だったのかななんて、あんまり記憶がなくてですね、非常になんか朝食も質がいい朝食をいただくことができてね、めちゃめちゃ美味しかったです。はい。で、まだね、何泊分かですね、まあ、比較的、リーズナブルなね、レート。まあ、メズム東京さんの割にはですよ、リーズナブルな、料金で何泊分かね、まだ取っておりますので、さすがにね、ツイッターナイトアワードっていうことじゃなくてもですね、当然チャプター1であったり、チャプター2のお部屋でも十分ね、申し分ないお部屋なので、そういったところもね、ちょっとまた堪能していきたいなというふうに改めて思いました。なかなかね、来てなかったですけど、やっぱり来るとね、すごくいいなというふうに思います。皆さんもね、ぜひ、まだ来られてない方いらっしゃれば、ぜひね、遊びに来てみていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、当然ね、メズム東京さん好きだよっていう方、大勢ね、いらっしゃると思います。私より全然ね、何泊もされてる方、大勢いらっしゃると思いますので、その方からもぜひね、推しポイントだったりとか、コメントでね、いただけると嬉しいです。はい。ということで、もうちょっとね、ゆっくりさせていただいて、ちょっと後ろ髪引かれますけども、初めてね、水素バス、無料でね、東京駅の南口まで行けるということなので、レイ君とそれに乗ってですね、移動していこうかなというふうに思います。はい。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひ、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォロー、チェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにぜひチャンネル登録と、ベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、応援するつもりでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。